はい、ご準備よろしいでしょうか。それではですね、ライオンズクラシック2014と福岡クラシック2014にて、セブと大英の復刻任務を相互に着用する件について会見いたします。西武ライオンズではですね、西武鉄道100周年アニバーサリーライオンズクラシックとして、ライオンズブルーの衝撃6月27、28、29でライオンズユニフォームを復刻して着用します。福岡ソフトバンクホークスでは福岡クラシック2014として、8月19日、8月20日に福岡大英ホークスユニフォームを復刻して着用します。ファンの皆様からもたくさんのリクエストをいただきましたので、相互ライオンズクラシックおよび福岡クラシックで両チームが復刻ユニフォームを着用して試合をするということを決定いたしました。それではですね、代表で質問の形をいただきたいと思います。よろしくお願いします。では代表インタビューをお願いいたします。まず中村選手、ちょうどその大英のユニフォームというのは、中村選手が生まれた89年から92年まで平和大球場でホークスが着ていたユニフォームなんですが、改めてそのユニフォームを着て感想というのをお願いいたします。そうですね、まあ、僕が生まれた年からということで、まあ、すごい、なんかこう、なんですか、運命的なものを感じますし、まあ、当時のユニフォームとちょっと、生地とか違うと思うんですけど、まあ、すごく、着心地もよく、早くプレーをしたいですね。はい、監督であったり周りの反応というのはどうですか？不評でした。その不評というのはどういうことですか？どうなんですかね、まあ、僕が着てるからなのか、ちょっとそれはよくわからないですけど、はい、ただまあファンは待ってると思います。では浅村選手、当時その全身ブルーのビジターのユニフォームを見ると、相手チームがもう震え上がったという話を聞いていますが、改めてそのユニフォームを着ての感想をお願いいたします。そうですね、これをテレビで見るのはあんまりなかったんですけど、まあ、着てかっこいいなとは思いました。周りの反応というのはどうでしたか？そうですね、まあ、斬新ですけど、すごいいいなみたいな感じはありましたね。お二人に伺いたいですけれども、改めてこのクラシックユニフォームに身を包んで、お互いのその印象というかっていうのはどうですか？まず浅村さんからお願いいたします。そうですね、まあ、ヘルメットがすごいなと思いましたね。もうガッチャマンヘルメットは見ましたか？はい、見ました。中村選手はいかがですか？西武ライオンズの印象ですか？はい、いや、本当すごい、強い時代の西武ライオンズっていうことで、見ててかっこいいなと思いました。はい、本当にこのユニフォームを見たかったのはファンもそうですが、このユニフォームを着てプレーしていた先輩たちもそうだと思うんですけども、先輩たちへの思いというのは、まずは中村選手からお願いいたします。はい、このユニフォームを着てプレーしていた先輩たちへの思いというのをお願いいたします。いや、本当に、その伝統というかね、まあ、そういうのに恥じないように、しっかりとした、プレーをしないといけないなと思います。浅村選手はいかがですか？そうですね、まあ、中村さんと同様、このチームの強い時代のユニフォームなんで、恥じないようにプレーしたいなと思います。ファンも本当に楽しみだと思いますが、ファンにはどんなプレーを見せたいですか？まずは中村選手からお願いいたします。いや、もう本当に、なんていうんですかね、まあ、一生懸命というか、全力プレーで、見せるのが一番だと思いますので、はい、まあ、本当に全力でやっていきたいなと思います。浅村選手はいかがですか？そうですね、まあ、どのユニフォームを着ても一生懸命プレーするのは変わりないんで、まあ、一生懸命するだけです。では最後に意気込みの方を改めて、まずはでは浅村選手の方からお願いいたします。そうですね、まあ、今、最下位ですが、このユニフォームを着て、どんどん勝てるようにやっていきたいなと思います。では中村選手もお願いいたします。そうですね、まあ、このユニフォームをで、どんどんチームが、波に乗って、優勝できるように、いい流れを、作っていけるように
頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。では代表インタビューは以上ですが、各社さん何かありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、こちらの方では以上です。はい、じゃあなければフォトセッションにします。まずはスティルさんの方の撮影からしましょうか。はい、続けてこちらもお願いします。こちらです。ありがとうございます。こちらもお願いします。ありがとうございます。すみません、いいですか。お願いします。はい、行きます。お願いします。